きげんさまです。西宮断捨離会、マリウムゆりです。ごきげんさまです。兵庫宝塚断捨離会、田川千恵です。ごきげんさまです。兵庫川西断捨離会、松本京子です。3人を合わせてチーム兵庫、よろしくお願いします。今日はね、3人でこの1日5分からの断捨離を、読書会みたいなことをやっています。この本ってね、断捨離ってどこから始めたらいいのかなっていう時に、1日5分でできるところいろいろ書かれてますので、パッと開けてそこやってみるっていう使い方してもね、いいですよね。でここで今日の私たちの刺さる場所っていうのはどこっていう話をしてるんですけれども、きょうちゃん、今日はどこが刺さりました？はい、私はですね、50ページの50ページ、はい、いらないビニール傘を捨てるっていうところで、はい、これ読んでちょっと思い出したエピソードがあったんですけどね、以前ちょっと傘をお借りするっていう状況があって、帰りしなにね、ちょっと雨降りそうだったから持って帰りっていう、それがビニール傘だった。で、ちょっと怪しげな、裏ぐれたような薄汚れた、でもどうぞどうぞって感じだったから、ありがとうございますって言って、そしたらやっぱり雨降ってきたから、これは助かったわと思って、傘をね、ご親切に、でこう刺したんですよ、はい、刺したらスポッと抜けて抜けた、止まらずね、そしたらなんかビニールも張りから離れて、バラバラってなってくるし、ひっついてないし、工夫しようにも、無理で、させないやつだ。で、結構降ってるから、傘あるのにと思いながら、もう畳んで、握りしめて、ずぶ濡れで歩いてたっていう。そうなんや。大変やったね。大変やったね、それ。傘ってその辺のゴミ箱に捨てられないですね。持って帰って。持って帰ってくね、ゴミというか、特別な捨て方しないといけないですね。そうなんですよ。そんな大変な。お疲れ様でした。私もそのご自宅サポートでね、クライアントさんのお宅に伺うと、ありますよね。すごい本数がこう傘立てに斜めにこう刺さるぐらいにね、押し込んであって、で「お礼は」みたいに「どうするんですか？」って言ったら、誰か来た時に「貸してあげれるから誰も呼ばれへんよね今」みたいな感じなんだけど、取っておくやっぱり言い訳をね、みんな考えちゃうみたいで、まだ使えるわっていう感じなんで、でもよくよく見たらね、めっちゃ埃がかぶってるし、絶対時間がかかってるし、これをお友達に貸すんですかって感じなんだけれども、やっぱりそう思いたいんだよね。もしね、ビニール傘とかがたくさんお家にあって、どなたかにもう貸したり、困ってる方に差し上げたいのであれば、本当に人様に使ってもらいたいと思うのであれば、一度開けてね、綺麗にしてみるっていうか、使える状態なのか、メンテナンスしてみてくださいね。ちえさんはどこが気になりましたか？私はね、今日ね、ここ166ページの、トイレスリッパ、トイレマットを断捨離するっていうところですね。うちはね、トイレマットはないんですけど、トイレスリッパはあるんですよ。っていうのは、タイル敷きでね、お水を流してこうゴシゴシと掃除できるいいですね。なので、逆にね、スリッパがないと足の裏がちょっと、冷たいというか気持ちが悪いので、スリッパはある感じです。あとね、断捨離やってる人はよくトイレブラシもなくしちゃうパターンが多いんですけれども、うちはあえてトイレブラシも置いてます。っていうのは、泊まりに来てくれる人とかもね、いたりするので、こう自分でもし汚しちゃった時は、自分でその場で誰にも言わずささっと掃除してなかったことにして、涼しい顔で出てきてもらう方がありがたいです、いいかなと思って、なのでこう誰でも自分が
綺麗にしたければ綺麗にできるようにっていうお道具は一緒に置いたりしてますね。キンちゃん家はどうですか？そうですね、昔は私も便座カバーとか、足元のマットとかね、敷いてたことあるんですけど、まあ、洗濯ってそんなしなかった？だから逆に不衛生だなっていうのにやっぱ気がついたから、今はもう取り外してるし、スリッパは父とか夫とか息子が立ってするとこもあるから、ちょっと素足は抵抗があるので、スリッパがありますね。で、ブラシも前はやっぱ使ってたんですけど、今はね、使い捨てのビニール手袋にこうティッシュに洗剤つけて、そしたらこう便器の縁に、手だから感覚として、あ、汚れてるって見えないけど分かるから、そこを念入りにしっかり力入れて、ね、そうですね、ってやるので、私もブラシはないんです、うちはないですね。そうなんです。はい、我が家は、キョウキャンと一緒で、マットとかもあって、それこそカバーもね、レーザー蓋カバーもしてたんですけれども、もうそれらはなんでって思って、もう掃除もで、お洗濯も大変だし、綿ぼこりが出るしで、それは取り除いたんですけど、うちはね、やっぱり、フローリング、他のお部屋を使ってるところでもスリッパを使いたいの で、トイレはトイレでまた履き替えたいっていうところがあるので、スリッパは使ってますので、その代わりこうこまめに洗いたいので、もう洗えるタイプのスリッパを買ってます。で、うちはトイレの掃除を娘がしてくれるので、で、トイレは手で洗うんだよって教えたんですね。やったことない子なので。そしたら、わかったって感じで、普通に手で、そういうこと、洗い流せるシートのね、お掃除のペーパーで洗って、そして、捨ててっていう風にしてくれてます。まあね、家族だけが使ってるところなんでね、知らない人が使うわけではないので、大丈夫よねみたいな感じで、もうそんなもんだと思ってやってくれてますね。やっぱりね、3人聞くといろいろですね。今日私たちはトイレマットとかトイレカバーとかも持ってないですけど、例えばトイレトレーニング中の、ちっちゃなお子さんがいらっしゃるお家なんかだったらね、あえて可愛らしいマットとかカバーを置いて、おトイレって楽しいところだよって教えるために、わざとカバー使うっていうのも、それはそれで素敵かなってね。ね、そうですよね。そのドキドキね、こまめに手入れもできはるんだったら、それはそれでいい感じもありますもんね。そこのご家庭でね、いいように、今何がね、うちは必要なのか、どうしたいかを考えてね、私のようになんとなく引いてるっていうのが一番考えたいところで、ね、必要ならばね、全然使ったらいいしと思いますね。さあ、ゆりさんはどこが気になるんですか？はい、私はですね、92ページの92ページ、キッチン家電を一つピカピカにするっていうところで、私がすごく気になったのがね、これも自宅サポートとかで伺うクライアントさんのところでね、だいたいオーブントースターのね、庫内がね、暗黒の状態になってる場合があって、なんかこれは何でしょうか、死に炭化してるのかなっていうぐらいに、ちょっとね、お手入れがそこまでこうね、手が届いてないんですねっていう状態をよく見るので、で、私はもう、すごい食パンが好きなのでね、トーストが好きなので、毎日のように食べるんですけど、ちょっとこう、パンくずが溜まったかなと思ったら、結構こまめにお掃除をするんですね。だから、炭化しない真っ黒になる前にきれいにしてるので、そうなるとね、お掃除も楽なんですよ。お水で流せばきれいになるし、そう、それで、せっかくね、好きなパン焼くのに、庫内にそういう、焦げがあると、匂いもなんかね、ついちゃいそうな感じだし、なんか、やっぱり綺麗な方が気持ちいいのでね、私は好きなパンを焼く機会なので、こまめに掃除はしています。ちょっとこう耳が痛いんですけど。どうされました？何がございました？今うちのオーブントースター、ね、浮かんできたんですけど、あ、ちょっと黒くだいぶ。
そうですか。なんですね。よくサボってるなっていうのがあって、でも言い訳をすると、うん、家族がね、まあ、好きなタイミングで、例えばお弁当についてたとか、うん、残り物で冷えた唐揚げとか、油物をね、温めたらカリッとして油もこう、ちょっと落として美味しい、食べるなら美味しく食べようっていうので、そこはやめてとか言わんと、好きにこう好きな時に食べてるから、気がついたらもうちょっとね汚れが溜まってる、うん、でなんかっていうのをちょっとこう見てみる見せたら、やっぱり今ゆりさん言ってたような状況になってて、買い替え時をちょっと打ちすぎてるなと今思いました。そうですね、家族がみんな大人になってしまった家庭あるあるでね、みんな好きな時に使って、その都度手入れしてもらうわけじゃないっていう、言わないし ね、やってよとはちょっと言ってないし、うちは2人ですし、私しかほとんど使ってないのでね、見た目はあんまり使わないから、そういう意味も綺麗にね保ちやすい環境ではで、それぞれですよね、ご家族がいらっしゃって、ちょっとホッとします。私はね、やっぱりトーストが大好きなんですよ、だから割と溜まってるなと思ったら、オーブントースターでも外してね、お掃除するんですけど、時々ね、ふっと気がつくと、あれこんなに汚れてたっていう時があって、そういう時って、ああ私ってちょっと用事を詰め込みすぎてたなとか、結構肩とか背中とかバリバリに凝ってて、そういうちょっとした拭き掃除をするような体の状態じゃないからマッサージかなきゃいけないなとか、綺麗になっててほしいところの汚れ具合で自分の状態を知るっていう、バロメーターになって、バロメーターみたいになってますね。ね、でもそれで気づけるっていうのがね、いいよね。面白いね、オーブントースターね。それぞれ。本当。はい。このね、1日5分からの断捨離って、いろんな箇所、ね、お台所であったり、引き出しの中であったり、洗面所であったりね、いろんなところの1日5分でできるところの例が載ってますので、面白いですので、よかったらこれを見て断捨離を進めていってください。今日はお聞きいただいてどうもありがとうございました。断捨離提唱者山下秀子公認の断捨離トレーナーがあなたの自宅に行くワンデー断捨離サポート、トレーナーと一緒に実践することでぐっと断捨離が進むでしょう。詳しくは概要欄からご確認ください。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。